ラー油ちょっと垂らしてください。龍神丸おおということで龍神丸です。また若者がついてこれない話題になってしまいました。私龍神丸が作る今回はですね、普段の食事に使えるやつでございます。最高の豚ナスピーマン。これ豚とナスとピーマンの相性はこの葉にて最強。漫画がいろいろ出てきちゃうのね。本当におかずとして段使いできるやつ。そして僕がやるっていうことはやっぱりお酒にも合いますね。ということで最高に美味しいね、豚ナスピーマンやってきた。リュウジのバズレシピ。材料紹介いきます。もうねシンプル、豚こま 220g。 これも普通に豚のこま肉ですね。あのバラとかでも美味しいんですけども、やっぱね普段使いは豚こま肉です。なんでかって言うと安いから、 100g100 円以下で買えるんだもん。これを使わないではありません。はい、そしてナスです。おたんこナス、これが3個。そしてピーマン2つ。なんかちっちゃいのだったら3つでもいいんですけども、これね、2つで 90g ぐらい。あとニンニクが1かけ以上でわかる。今回最高の豚ナスピーマンを作っていく上で何が重要か、やっぱり最高な自分、最高な自分でなることが一番大事です。なのでちょっと最高の自分になっていきます。アルチューマシン2号、あれ、なんだっけ、1号、技の1号ということで、トイレ飲むの寂しいので達也、え、乾杯。いただきます。いつか最高の自分になれますよ。なんで一句にやってくんない。いやいやいや、なんで一句にやってくんない。一句だとしたら何も言わないと思って。はい、じゃあやっていきます。まずね、あのお野菜から切っていきます。ピーマンで、これをまた4等分ね、こんな感じに切っていきます。こんな感じね。あのタレとかも食える。で、気になる方はね、あの取っていただいても構いませんので、ただね、あの種も結構栄養あるんで、ぜひヘタまでもね、あのちゃんと炒めれば食えるので、これ食っていただいていいと思います。そしたら、ナス、ナスはね、まあ、大体切って切っていただいて、でこれ取って取ってね、取ってこうね、こうこうやって乱の切りにします。乱切りね、乱切りしていって、乱切りしていきます。はい、乱コナンでもなんでもないよね。そんな声低くないし。こんな感じです。で、ナスね、あの広げんすよ、こうやって広げて、これも僕いつもやってることなんですけども、このまま炒めちゃうとね、ナスがね、必要以上にね油吸っちゃうんですよ。なんでこの状態でですね、塩を振っておくんですね。大体ね2つまみぐらい。はい。パラパラーっと。はい、これで小さじ4分の1が振れました。で、これ置いとくことによって、この塩の浸透圧で水がね、あの表面に出てくるんですね。そうすると水と油っていうのはあの混ざり合いませんので、このスポンジ状のところに水が入ってると油がね入ってかないんですよね。なんで結果あっさりした仕上がりになります。じゃあ次肉ね。で、肉なんですけども、まあ豚こま肉なんで、僕の場合ですよ、でっかい塊があったらこれちぎる。はい、なぜかというと包丁使いたくないから、あんまり肉を包丁で切ると必要以上にねよく洗わなきゃいけないっていうね、脅迫観念に落ちるんで、一口にちぎる。はい、こんな感じです。で、ここに軽く塩コショウ、もうほんと下味ちょろっとつけるぐらいで、あ、タレ濃いんでね。で、ここに片栗粉です。大さじ1と半分片栗粉を入れることによって、あのこま肉ってね、いろんなね端の部分を使うんで、お肉か固くなりがちなんですけども、こうやってね片栗粉をまぶしておくことによって、あの肉の水分が逃げずにですね、安いこま肉でも柔らかく仕上がるんですね。ここにちょっとね、お酒入るといいかな。お酒お刺身2杯ぐらい。そうするとね、あの粉が全体に回りますんで、はい、で豚の臭さも軽減されます。はい、じゃあ肉の下処理 OK。 肉の下処理終わりましたんで、ナス見ていきましょう。見てください、このナス、
もう汗かいてるの分かります？これ汗かいてるじゃないですか。でこのままやってもいいんですけど、ちょっと跳ねちゃったりするんで、水分でこうやって水分押し付けてね、取りましょう。そうすると見てください、ペーパーが水吸ってもう下のナスが丸見えですね。こうするとあの中にこれ今あの水が充満しているような、状態なので、必要以上にね油吸わないんです。はい、じゃあね、ちょっとあのタレ作っていきたい。今回はね、ちょっとこの味噌しか入れなかったんで、味噌大さじ2杯入れます。まずで、お醤油が大さじ1杯。これね、今回味噌だれで作るんでね、みりんが大さじ1杯。はい、砂糖が小さじ4小さじまず入れたら小さじ1杯これ入れて、おろしにんにくですね。さっきにんにくすりましたよね。にんにくを入れていく。生姜とか入れても美味しいんですけども、今回はねにんにくだけでいきます。にんにく入れて、ごま油香り付けに小さじ1杯、味の素これ4振りしてください。1、2、3、4振りです。したらこれ全部混ぜておく。この味噌だれ、究極の味噌だれです。これこっから全ての材料炒めていきます。はい、じゃあ炒めていきます。油ね、まあ大さじ1杯ぐらい入れて、熱していきます。温まったら、この豚をね、なるべく広げながらね、広げ、あのダマになるとね、ちょっと硬くなっちゃったりとかするので、ダマにならない感じで、広げながら入れるっていうのが大事です。中火でバラッとほぐしながら炒めていきます。で全体炒まったらこれぐらいで大丈夫です。ナスいきます。はい、肉の旨味とかもね、あの油とかも吸わしていくんでね。はい、この状態でナス最初入れます。ナス最初入れた後に、中火でね3分炒める。これなんで3分最初にナス入れて炒めるかっていうと、ナスってねやっぱりね、あのちゃんと火が通らないと、トロッとしてないクニュッとした食感のナスってあんまり美味しくないので、なんで蓋を閉めて、ちゃんとこのナスに火を入れることによって、このナスをトロトロにしていく、メラミぐらいの火力でよろしくお願いします。で今ね2、3分炒めました。まだね、このナス柔らかくなってません。でここでおナスじゃねえや、ピーマンです。ピーマン入れます。はい、ナスよりピーマンの方が火の通る速度っていうのは早いんですね。だからピーマン後で入れます。はい、でピーマンっていうのもね、少し火入れた方が美味しいんですよ。あの甘みが増してね。なんでこの状態でまた蓋閉めて3分。はい、ということで3分経ちました。これ全部が今いい塩梅になってます。そしたら鍋肌ちょっと開けてください。でここにさっきの味噌だれ流し込みます。でちょっとここで、炒めて香りを出してから全体炒めます。うお、いい香りで全体絡まってアルコールが飛んだらもう完成。薄く上がっていきます。こんな感じですね。色合いが最高だぜ。仕上げいきます。いりごまで仕上げに、あ、辛いの好きな方ね、ラー油ちょっと垂らしてください。ということでできました。で食べていきたいと思います。うまっ、なんこれ。これね、びっくりするほどうまいですよ。野菜の加熱の加減が最高。ナスはトロトロ、ピーマンも蒸されてかなり甘みはします。これ全人類好きだろ。これ最高にうまい炒めになってます。これはね、つまみにもいいんだけど、ご飯のお供かな。これはどこだよ。タツヤです。はい。
ただきます。いただきます。うまい。絶対うまいでしょ。これうまいんだよね。超美味しい。ご飯もワンバン食いでも、ワンバンワンバンワンバン食いね。いけるね。ワンバンいけるね。タレがうまいから、はい、味噌ダレがめっちゃうまいですね。この味噌ダレはね、この野菜たちの旨味を一番引き立てるやり方。野菜食感もちゃんとね、ピーマンとかそのあれもあって、そう、ナスはね、トロトロにしといて、ピーマンはちょっとだけ残るようにしてるのね。だからあれが2分3分の時間の差なの。なるほど、素晴らしい計算系です。いや本当にこれはでももうすごいうまい。あとね、少し食べちゃう。うまっ。なるほど。もともとね、こっちが甘いから、うん、お酢のさっぱり感合う。これすごい、なんか全く違う料理だった感じ。野菜こっち、よしよし。ということで今回の豚ナスピーマンいかがでしたでしょうか。これだけでも相当うまいです。味変のお酢絶対やった方がいい。めちゃくちゃ変わるから。ということで今日はこれで閉園でございます。ありがとうございました。じゃあそれ全部飲んだよ。ひよってるやついる？いねえよな。ストック製です。ストック製です。